十四王女は天武天皇の第一王女。母は、ぬかた王。大友皇子の聖妃。天智天皇の美子の大友皇子の聖妃となり、天智天皇八年頃、葛の王を生む。しかし、天武天皇元年に起こった人心の乱では、父と夫が戦うという事態になってしまう。不争略記、水鏡、宇治周囲物語によれば、この際に父である。 大甘王子に情報を流したとされる。しかし、宇治朱衣物語の船の包み焼きに密書を隠したという逸話に代表されるスパイ説は船の包み焼きが大海の名物であったことや、話の最後に登場する高階氏が高市美子の光栄であることから、後世の人間による創作の可能性が極めて高い。父のもとに身を寄せたと思われるが、敗北した。 大海側の実質的な皇后として、また天皇の御子として、依然として大変複雑な辛い立場にあったことは疑いない。彼女の同性はほとんど記録が残っていないが、天武天皇4年の2月13日、厚地王女と共に伊勢神宮に参詣したとある。ここで重子王女が厚地王女と共に伊勢を訪れた目的としては、 単に人身の乱の戦勝を伊勢神宮に報告する目的であるという説。日本初期に天武天皇4年1月に薬や貴重な品が朝廷に献上された記録があることから、それらを伊勢神宮に持参するために彼女らが派遣されたという説。天武天皇が人身の乱で大友美子を破って即位し、自分のこの草壁美子を皇太子としたことから、皇太子の皇太をそれぞれの日に 伊勢神宮に報告させたという説などがある。なお、万葉集巻一によれば、この際に吹きとじが重視の歌を作ったとある。また、前年の10月にも重視王女が伊勢に赴いたという説もあるが、ちょうどその頃、大北王女が伊勢西宮となり、伊勢へ軍業したと、日本書紀に書かれていることから、これに同行した可能性がある。その後、天武天皇7年、天皇が、 倉橋川の川上に建てた五木宮に出向こうとした当日である4月7日朝に急死。日本初期には、重子王女、突然に病を発して、宮中に講せぬと記されていた。このため天皇の行行は中止となり、西宮での祭りもなくなった。王女は4月14日に大和の阿公の地に葬られた。この際父の天武天皇が声を出して泣いたという。死亡時。 重子王女はまだ三十歳前後であり、この不審な急死に対しては、自殺説、暗殺説もある。彼女の死を悼んで、高市美子が熱烈な万歌を捧げている。このことから、夫、大友美子との不仲説や、高市美子との恋人説、夫婦説がある。日本書紀によれば、重子王女の亡骸は、天武天皇7年4月14日に、阿光に葬られたとあるが、 アコウという地名が、奈良県内のどこにあたるかという解釈には、諸説あり、未だ定説は明らかになっていない。姫神社アコウ神社と、森神社156番の歌の、三口ジタシカと組みカながら友の訓読として、去年のみをあると見えつつ、夢にのみ見えつつもとな、夢にだにみむとすれどもなどが挙げられているが、未だ定説を見るには至っていない。ただ、万葉仮名の、 とも、逆説の確定条件を示す接続助詞友もや、ともとして用いる例はないので、上のいずれの読み方であっても、ともに寝るという解釈がされており、これを、高市美子との間に恋愛関係があった根拠とする、見方が多い。姫神社由緒鏡神社にて配布。吉野正美。我恋姫やも、万葉の恋人たち改正者。1997年1月。 大和資料。赤郷墓重士の墓なり、天武天皇記に、7年夏4月、草獣士王女赤郷と、すなわち馬見村の大技に、赤部あり赤部は、赤部にして墓またこれにあるべきも、まだこれを、厚まびらかにせず、和田厚む、被壮者は、大和の怪しい一族か柏原考古学研究所、堀田慶一、河村望む、佐の、ありがとうございます。